はい、どうもでございます。親父の晩ご飯の時間でございます。まあ、年に1回ぐらいはね、いいもの食べようということで、今日は大晦日なんですけども、こちらをね、ちょっと食べていこうと思います。それがこちらでございます。はい、出ました。宮城県産黒毛和牛、仙台黒毛和牛、100g 780円、255g ってことでね、お値段が税込みでなんと2149。2020円っていうのがあったらそっちにすればよかったな。あ、あったかわからないですけど。これっす。これっす。お正月っす。開けていこうと思います。なかなかこの高いの買わないよ、親父も。震えたもんね、買うときにちょっとね。ちょっとこれやりすぎじゃねえのかと。まあでも年一ぐらいね、こんなお肉食べてもいいんじゃねえのってことで。ちょっと買ってきました。これをね、すき焼きにして食べようと思うんですけども、よくほらお鍋で煮込むのがすき焼きではあるじゃないですか。でもたまに高級の料亭とか行くと、鉄鍋にもうお肉をこうやって、で割り下を入れて本当に焼いて食べるみたいな、文字通りすき焼き、好きなものを焼くかは知らんけど、だからね、焼こうと思います。煮ないで焼く。それでは早速作ってきます。はい、それではいただきます。こういう美味しい高いお肉はもう火通しすぎちゃダメだからさ。ちょっともうね、いただきます。ご飯にちょっと巻きたいんだけど。声でかかった。名人が、うめえ。相当いけるわ。いや、これは幸せだわ。たまにこういうの必要だな。たまに食べた方がいいわ、やっぱり。ちょっと無理してても。ご飯でね。あ、ご飯に巻きたい。この和牛のうまさよ。全部焼いちゃうと硬くなっちゃうと思ってさ、とりあえず4枚。あーか。これはメーリングでは買ってよかった。一食っていうか、一食材に2000円出すなんて。そんなないもんだ。で、豚汁。実は昨日豚汁作って、昨日普通に作ったの。豚こま入れて、人参、大根、里芋、ネギ、こんにゃく、豆腐。もう久しぶりに食べたかったから多めに作りすぎちゃってさ、スープの方がね、味噌汁の方が残っちゃったんで、今日さらに厚揚げと豚バラを買ってきて、あ、うま。また声でかかった。もちろん昨日のうまみも出てるし、いつも私が使ってる茅の屋のだし、今回はなんだっけ、野菜だしを使ったんだけど、
それプラス今日入れた豚バラのうまみと厚揚げの、油のこうコクだとかね、そういうのが染み出てうまい。しまった、贅沢だな。豚汁だけでうまいわ。おっと、お肉も冷めちゃうからね。贅沢にいこうよ。普段やらないんだからね。お肉だけ先に口に入れてご飯をで追いかける。うまっ。結構入ってたからな。10枚ぐらい入ってたかな。このぐらいのものがね。わかる？このサシがさ、もう溶けるのよ。で、このご飯がまたうまい。肉汁を吸ったタレ、ご飯。これだけで一生米食えるわ。うまっ。豚汁うまい。そういえば話変わるんですけど、ああ胃に、皆さんお風呂入ります？お昼お風呂、湯船に浸かるかっていうことなんですけど、私はねほぼほぼ入らない。今年に関しては1日に入ったっきりかな。まあそもそもお風呂は好きなんですよ、小さい頃そんな好きじゃなかったけど、大人になってから好きなんですけど、やっぱり一人暮らしし始めると水代も水道代ももったいなくて、もちろん湯船に残ったお湯とかは洗濯機に使ったりとかトイレ流したりとか、まあ使うんだけど、まあ、一人暮らしだとそんな洗濯物も出ないし、トイレは朝のトイレなんかはさ、ちょっとごめんなさいね、食べ物中なんだけど、会社で済ましちゃって、家ではそんなに。お肉もうちょっと焼いてこよう。だからまあ今のところに引っ越してからもう14年目になるのかな、なるんだけど、最初の頃はねそれでも結構入ってたの、お風呂。夏場はシャワーで済ませてたけど、冬はやっぱり寒かったりすると、まあ、お風呂入れて、でお湯がなくなった頃にもう一回お風呂入ってとか、まあ、そういうことやってたんだけどね、だんだんやっぱり節約のあれも含めてお風呂に入らなくなってきたね。でもやっぱりいつも正月入るんだけど、今日大晦日に入ったのよ。
大晦日シャワーにして正月お風呂入ろうと思ったんだけど、なんかほんお風呂がもう入っちゃったくてしょうがなくてさ、うん、すごい気持ちよかったわ。まあ、お湯の量を減らしたりとか、まあ、してるんだけどね、なんかもったいないなと思って、うん、うん、ご飯をおかわりしてね、もう少し食べたいと思います。お肉はね、食べ過ぎちゃうと全部で9枚入ってた、多分胃がやられると思うのよ、うん、胃がやられちゃう。で、年越しそばもね、食べるし、うん、はい、というわけでね、以上でございます。ご視聴の方ありがとうございました。今日はね、今年最後親父へのご褒美ってことでね、2000円超えのね、お肉で文字通りすき焼き作って食べてみました。ご視聴の方ありがとうございました。またこれ動画はもう1月に上がってるかな、うん、本年もね、うん、よろしくお願いします。いつも通りね、お暇な時にでも見ていただければいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。それではまた。バイバイ。